横浜港、山下不頭横浜マリンタワーの展望台より、山下不頭を撮影地図、山下不頭は、神奈川県横浜市の横浜港の不頭の一つ。横浜市が各山下町の山下公園地先に位置する。1951年に調印した日米安保条約により、在日米軍が使用することとなった水保不頭の代替施設として、 1953年に着工。1955年に第1バースが完成した。港湾機能増強のため、1957年に2本の特定を持つ8バースの計画が策定され、1958年に2期工事として第2バースが完成した。1959年には全体で特定3本、10バースとする計画が決定した。試行にあたり、 プレパックドコンクリートや外部電源による電源防食、養生期間短縮を目的とした道路の真空舗装工法など当時の新技術が採用された。1963年に全面完成、1965年に山下不等駅が置かれた。船舶の大型化やコンテナ船の普及に合わせ、1969年に本木不等、 1977年に大国不当が供用開始すると山下不当はこれらを保管する位置づけとなり、1986年に山下不当駅は廃止された。ランドサット画像による横浜港外略このほか、国際航空貨物専門の横浜航空貨物ターミナル16隻分のタグボート、経流施設、横浜港へ寄港する船舶へ飲料水を供給する。 船舶給水事務所が設けられている。取扱品目は、鉄鋼、機械製品が多く、2002年の取扱量は、鉄鋼2 2 0千トン、その他機械1 9 9千トン、輸送機械1 1 7千トン、その他6 9千トン、計6 5五千トンとなっている。近年では、物流の中心が、本木不頭や南元牧不頭に移行していることに、加え、 港未来線の開通などにより、東北等地域の利便性も向上していることから、周辺の新山下地区も含めた再開発の必要性が取り沙汰されており、当面は港湾機能を維持する方針だが、将来的には隣接する山下公園から連続的に緑地を設けるなどして、観光、マイス、商業拠点への転換が検討されている。再開発に先立ち、 山下不当地区は、横浜都心、臨海地域の一部として、都市再生特別措置法による、特定都市再生緊急整備地域に指定されている。なお、山下公園側の一部は、第一期エリアとして2020年度の先行供用開始を目指していたが、同エリアで創業する12社のうち2社との移転交渉が難航しており、横浜市では、 同年度の先行供用方針を2018年1月に断念。完成目標を2025年頃に定め、豆腐島全体における一体開発を目指す方針に転換している。また、再開発が本格化する前の計画として、豆腐島内で動く、実物大、ガンダムの一般公開を行うプロジェクト、ガンダムファクトリー横浜が指導しており、 2020年12月から2022年3月まで開催予定である。一方、横浜市では東府島を既存の大三橋国際客船ターミナルや新港府島に建設された客船ターミナル本木府島で整備が計画されている超大型客船対応の多目的岸壁とともに国際旅客船拠点の一つとして想定。東府島の再開発と同時に 客船拠点の整備も進め、ホテルシップなど新たな客船の受け入れにも対応する方針である。また、横浜市の長期的な都市再生計画における都心臨海部5地区には、横浜駅周辺地区や、港未来21地区、館内、館外地区、東神奈川臨海部周辺地区とともに、山下不頭周辺地区も含まれている。 5つの地区を対象に、横浜市と森林海部再生マスタープランが2014年度に策定され、重点的に都市機能の強化などが進められるほか、将来的には LRT によりこれらの地区を結ぶ案も検討されている。このほか、2020年7月には横浜駅から港未来地区や大桟橋などを経由し、東府島まで結ぶ連接バス、 ベイサイドブルーの運行も開始されている。なお、東神奈川臨海部周辺地区及び、港未来21地区方面から東府島までは、臨港幹線道路による接続も計画されている。さらに2017年12月には、横浜駅東口から、横浜市中央卸売市場、港未来地区、大三橋を、経由市東府島まで、ロープウェイなどの作動で結ぶ。 地元企業による空中交通構想も浮上している。これまでに前述の検討にとどまらず、東府島における様々な構想が公表されているが、横浜市長の林文子は2019年8月に火事の含む統合型リゾート開発を誘致することを正式に表明している。ドーム球場構想2012年には市内の経営者らで組織する。 横浜ドームを実現する会に対し、横浜市側は、ドーム球場構想の候補地として、東府島を提示している。横浜ドームを実現する会は2014年7月、ドーム球場の開発候補地として、東府島と港未来地区の2カ所を挙げ、両開発地において、実際に開発した場合の CG による、完成予想図を作成、パンフレットや、同会のサイト上で公開している。 また、都心臨海部再生マスタープランの検討を、同年度中に進めていた横浜都心臨海部再生マスタープラン審議会では、後日の IR 誘致に加えて、ドーム球場構想についても議論が行われている。統合型リゾートカジノの誘致横浜市は2014年、東府島における役割を、 現在の物流拠点からエンターテインメント施設やスポーツ施設などの大規模な集客拠点へと転換すべく基本計画の策定を目指して同年夏ごろをめどに検討委員会を設置する方針を固めた。検討委員会は外部有識者で構成され1年後をめどに導入施設や下水道、ガスなどのインフラ整備について具体的な方針を決定する。 市街地から離れた立地であり土地にも余裕があるため、カジノやショッピングモール、ホテルなどを併設した統合型リゾートの誘致なども有力視されているが、地元の港運業者などから反対意見も出ている。また、横浜ドームを実現する会が同年7月に作成した前述の豆腐島にドーム球場を開発する案では、ドーム球場を中心としてカジノやホテルを誘致し、 国際会議や展示会などを開催できるマイス施設の建設、大型客船が接岸できる不当の建設や交通アクセスとして LRT を引くなど大規模な IR 開発が謳われている。さらに統合型リゾート推進法案の成立を見据えて同年8月にカジノやホテルなどからなる IR 整備構想を発表した京浜急行電鉄では開発候補地として 東富島と東京、台場地区の2カ所を挙げており、中でも開発のしやすさなどから東富島を最有力としている。いずれの案でも東京オリンピックが開催される2020年前後までの実現を目指していたが、カジノ法案の成立延期や横浜市長のカジノ誘致、白紙表明などもあって、カジノ構想の実現性自体その後不透明となっていた。この他、 IR に関連して、電気自動車の世界選手権、フォーミュラ由来開催の構想も上がっていた。2019年8月22日、横浜市長の林文子はこれまで白紙としてきた、カジノ含む統合型リゾート開発の誘致について、2020年代後半の開業実現を目指し誘致を進めていくことを正式に表明した。マイスを中核とした。 ハーバーリゾート2017年には前日のカジノ誘致に対する反対意見も強まっており、横浜港運協会は同年9月にカジノを含まない日本最大級のマイス施設を中核に据えたハーバーリゾートの構想を打ち出している。構想では東京国際展示場よりも大きい20ヘクタール以上のマイス施設を想定、さらにその一部として企業の会議、 研修施設や様々な文化芸術を上演できる大ホールなども盛り込んでいる。横浜港運協会を母体として2019年に設立された横浜港ハーバーリゾート協会は同年7月にマイス施設や中長期滞在型ホテル、会一レースの常設コース、ディズニークルーズラインの気候誘致などを掲げた案を公表している。また同年8月22日に 横浜市長が表明した前述の火事の含む統合型リゾという地について、藤木は改めて反対していく意思を表明している。2021年4月、ユーアはコロナ禍の状況を踏まえた新たな開発提案として、マイス施設やホテル、コンサート会場、物流などからなる複合施設、物流施設メインの開発、植物工場や教育機能も備えた食や銃を中心とした、 持続可能な街づくりのサ案を公表した。さらに、これらの案に加え整備不可欠な施設として、給食センターやワクチン含む医療品配給センター、必要施設として、ディズニー施設や水素エネルギーセンターなども掲げている。その他上記の他には、かつて東京の大和地区に計画されていた映画関連施設を集積する東京スタジオシティ構想が、東北東に場所を移して、 再計画されたこともあった。また、将来の横浜と森林海部、インナーハーバーにおける整備指針となる海と横浜構想2059では、東府島に国際的な大学を誘致することが謳われている。ありがとうございます。